テリス・ロックはアメリカが衆国サウスカロライナ出身のスタンダップコメディアン、俳優。脚本家、プロデューサー、映画監督としても活動している。米コメディ専門チャンネル、コメディ・セントラルが選ぶスタンダップコメディアンベスト5位。エミー賞3回、グラミー賞を3回受賞している。1984年、ロックはニューヨークのコメディークラブ、キャッチ、A ライジングスターで、 スタンダップコメディを始める。マイアミ・バイスなどのドラマに出演していたが、とあるナイトクラブで、彼の演技を見たエディ・マーフィが、ビバリー・ヒルズ・コップにで、映画デビューさせる。1990年、サタデー・ナイト・ライブで、スケッチ・コメディシリーズの主要キャストとなり、クリス・ファーレイ、アダム・サンドラー、ロブ・シュナイダー、デビッド・スペードらと共にバッド・ボーイズ・オブ・ SNL として、一躍有名になる。 1993年、サタデーナイトライブを辞めた後、フォックスのインリビングカラーなどを経て、映画の仕事に集中するが、自身が脚本、制作した、モキュメンタリー映画、CB4 が成功せず、再び、スタンダップコメディに注力する。1994年の HBO コメディ特番、ビッグアッスジョークス、96年の2月対ブラックピープルを含む番組。 ブリング・ザ・ペインなどが高い評価を得て、それぞれ、エミー賞を受賞。コメディセントラルの政治番組、ポリティカリー・インカレクトのコメンテーターで再度エミー賞に、ノミネート。九十七には HBO で、冠無理番組、ザ・クリス・ロック賞がスタートしたほか、MTV ビデオ・ミュージック・アワーズのホストを務める。九十九年の HBO 特番、ビガーブランカーや、二千三年に、 首都ワシントン DC で行われたライブネバースケアドを収録したコメディアルバムは第48回グラミー賞において最優秀コメディアルバム賞を受賞2005年の第77回アカデミー賞でホストを務めその発言が物議を醸したベータイム誌やエンターテインメントウィークリーでザ・フニーストマニーアメリカと評価される2016年 第88回アカデミー賞で2度目の司会を務めた。2016年、ロックは第88回アカデミー賞受賞式で、アジア人は数学が得意といったステレオタイプを強調した寸劇と、アジア人は勤勉で世紀が小さいといった内容のジョークを披露した。これに対し、アジア系アカデミー会員たちがアカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーに、 講義の手紙を送った。映画芸術科学アカデミーはこれに対し、アカデミーは懸念を知らせてくださったことに感謝するとともに、どんな要素であっても受賞式が侮辱的なものになってしまったことを遺憾に思っています。今後の受賞式ではもっとそれぞれの文化に配慮できるよう全力を尽くしますとコメントした。ありがとうございます。